幼児スゼロ感買うしかないだろう。おこんばんは、乙女レイニアです。チャンネル登録1000人目指しているので、チャンネル登録をお願いします。幼児2期ブルーレイボックスの特典として幼児スゼロ感が発表されました。その表紙がこれだ。ワン、ツー、スリー。かわいい。いや、初太綾小路とロリ坂柳やばい。この赤色で2人並んでる絵最高じゃない。坂柳はほんとドヤ顔似合うよね。綾小路の過去編としてホワイトルームの生活が見れんのマジやべえよ。ゼロ感、いやもうガチガチにブルーレイ売りに来てんじゃん。いやもう原作勢買うしかねえじゃん。そして追加情報で挿絵、口絵まで公開されています。挿絵、口絵見たくないって人はこの動画を閉じてください。俺はゼロ感買うこと決めてたから挿絵とか楽しみに撮っておきたかったんだけど、もう公式サイト見てたら思いっきりネタバレ食らった。ちくしょー。ではその口絵がこちら。まさかの新キャラ。お前誰？ホワイトルームにいるってことはもうただものじゃないよね。もう謎が深まってやべえや。てか言い忘れてた、かわいい。この女の子見たとき椿桜子って思って、もうパニックってマジで部屋走り回ったわ。何が起きてやがる。これ坂柳やばいぞ。普段幼馴染顔してるけど、真の幼馴染出てきたら立場取られちゃうよ。坂柳公式が新キャラって言ってるから椿ではないんだろうけど、3年生編から本編の登場も全然ありえそうだよね。それともこれだけなのかな。かな。でもそんなことはどうでもいいんだ。みんながこの口へ見て思ったことはそこじゃないでしょ。俺がみんなの気持ち代弁する。水着が際どい。これアウトもアウト、アウトレイジだバカ野郎。正直ありがとう。そして幼少期の綾小路の完全な無機質感最高じゃない。何色にも染まってない、もう白がよく表現できていて、友瀬先生すごすぎるや。挿絵は新キャラ天使のスマイル挿絵、そしてもう一つの挿絵は抱っこ坂柳。見た？俺の坂柳の目の輝き。俺の坂柳かわいい。はい、もうアリスは俺の娘です。異論は認めます。で、次の挿絵ではもう大爆笑。綾小路強すぎてやばい。ザワザワザワ。黒服が一掃されてんの。そして綾小路パパと後ろで謎の光で隠されているママらしき人物。なんで謎の光が出てくんだよ。ママのセリフありそうで楽しみなんだわ。ゼロ感はホワイトルームの話と綾小路が一回だけ外に出たって話もするのかな。こんだけ得点出されると3期の得点期待しちゃうんだけど。最後まで動画を見てくれたあなた、チャンネルが伸びる要因になるので高評価、そしてチャンネル登録1000人目指してるのでチャンネル登録お願いします。皆さんはこの原作ゼロ感買いますか。買うって人はチャンネル登録高評価で教えてください。なんてうまい高評価の誘い方なんだ。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。最後に一言言わせてもらうなら、水着は白でお願いします。